どうも、くつかけチャンネルです。そういう感じじゃない。そういう感じかもしれない。そういう感じ。とりあえず自己紹介ですね。はい、くつかけステイ中軽井沢の、料理長の福本です。真形です。YouTube 管理してます。相原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は11月24日が和食の日っていうこともあり、料理長福本さんと、キッチンの真形さんに来ていただいて、ゆるーく和食についてお話を、聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。お願いします。いい日本食の日。いい日本食でしょ。いい日本食。ということで、1124、ちょっと24無理くり当ててるなっていう感じはあるんですけど、ごめんなさい、僕のメモがいい日本食ってなってたんであれなんですけど、いい日本食の日ってことで、和食の日と、11月24日を制定したそうです。というのも、日本の秋は実りの季節であり、自然に感謝し、来年の五穀豊穣を祈る祭りごとを全国で開催する季節ってことがあり、日本の食文化にとっても重要な季節だというのを、和食文化国民会議という一般社団法人の方たちが、制定したそうです。俺もそう思ってたんだよね。やっぱりご存知だったですか、和食料理人として。一回振り返りましょうっていう日でしょ、だから。そうなんですか、和食を振り返ろうっていう日ですよね。和食について、じゃあ振り返ってもらいましょう。料理長真形さんに。福本さん、なんでこう和食始めようと思ったんですか？俺は全然そもそもその板前になろうとか、子供の頃から料理人やりたいとか全然なくて、環境的にはほら海沿いだったんで、釣りをしたりとか、畑の野菜をね、もらったりとか、身近にあったっていうのはあるんだけど、全然この道に進むつもりなくて、で中学卒業して、で工業高校入って、なんとなくその建設の道、建設とか機械化とかなんだとかつってなんとなくやってたんだけど、面白くなくてやりたくないことなんてやめちゃったんだよな。でプラプラしたところを結局その地元の有名な懐石料理屋の親父が見つけてアポ取ってきて。そのお店はあれですか、神奈川のどちらですか、そのお店？三浦市の、育った場所の近所だったんだけど、三浦市の三浦南下の菊名っていうところに伊豆島っていう懐石料理屋があって、伊豆島さん、そう、地元の名店みたいなところがあって、はい、そこの親父が17歳の俺に急にアポを取ってきて「お前和食やれ」と「何にもしてないだろ」っつっていきなりですか？そう、何にもしてないだろっつって「お前どうせやることないんだからお前うちで働け」っていうスタンスで呼びつけられて働くことになったっていうのが取っかかり。はい、面識あったんですか？知らない知らない。でも初めて会ったらもう板前って昔のイメージで、ちょっと怖いなっていう感じで。怖いイメージありますもんね。高圧的ですよ。当時親父も若かったから、お前で髪も金髪で、当時俺。あ、福本さんが金髪。なんかもうそう、お前なんでその頭はと、板前やるんだったらそんな頭ダメだろっていうテンションだったから、なんなきゃいけないのかなと思って。いや、始まりはそんな感じじゃん。漫画ですね。漫画ですね。もうなんだお前それっていう感じで、ちょっとその時には和食やるって言ってないんですよ。呼びつけられてるから、ちょっと行ってみ、わかんないけど行ってみようと思ったら、とにかくお前何もしてないんだから和食やれっつって、板前として修行しろっつって、っていう話から1時間ぐらい喋ったあたりから、お前なんで板前やろうと思ってる人間がそんな頭してんだみたいな。当時ね、俺のその17歳の頃の俺のイメージ、受けたイメージはそんな感じ。やるともやらないとも言っていないのに。そうなんですよ。本当みんな立派な志とかあって、こういう風になって夢でなりたいですとか言ってらっしゃるんですけど、俺は本当にそんなことなくて、そんな始まりで、でもせっかくだから縁かなと思って、なんとなく始めたっていうのが実はね。でも衝撃的な出会いですよね、それって。今考えると運命的ですよね。今考えると。でもでもね、左利きだったから。強制したんですか？それを和食はどうしてもね、引用があるから、包丁も片刃だし、箸を持つのも右じゃないと盛り付けも逆になっちゃうっつって、それを強制するとこから始めたんだけど、でもほらもともと左利きだったとしても包丁自体をそんなに扱ってない年だから、あ、なるほどですね。23ヶ月ぐらいで直せたのかな。結構なんかイメージ的に左手で字を書くとかっていうのも難しいじゃないですか。だからやっぱりこうなんか苦労とかされたんじゃないですか。あ、まあでもね、箸だけはやっぱり練習したかな。そのよっぽど家で帰って、それこそあの漫画じゃないけど豆をこう皿から皿に移したりとか漫画やそう漫画です、ね、いやでもそういう練習は確かにしたで、はい、やっぱり右手に力入ってたからいまだにこの箸のタコができちゃって、今も左手より右手の方が、ただ失敗したのが字もな、右手にしとけばよかったと思って、字左で書きますもんね。字左なんだ、直せなかったんで。そのまあでも独特な味ありますよね、墨で書いてるの。癖っ気になっちゃう、癖ね、癖があるな。でもまあいいかなと思って、あれってうまい下手じゃないんで、あ、うまい下手か、まあね、なんかこう綺麗綺麗じゃないとかじゃなくて、そのまとまってるとか、まとまってるとか、そのなんかその味になるとかなんでちょっと違うって感じです。まあまあ書いてて、だから綺麗な字、ふわっとした字を書くのが主流な、なんかすごいバシッとした字を書きたいなと思っても、そうするとやっぱり今度左だと難しい。だからああいうこう絵みたいな感じに、解消とかっていうよりはちょっと崩したような感じが、そういう字になっちゃう。まあでも良くも悪くもね、ああいう字っていうのは自分の字だからいいかなと思うんだけど、まだ出だしはそんな感じだったんだよね。え、それで伊豆島さんにどんぐらいいたんですか？もう当時その給料も安いし、時間も長いし、そもそもやりたくて入ったわけじゃなかったからすぐ辞めちゃったの。1年半ぐらいでやってられるかって辞めちゃったんだけど、その後実はなんかまあいろんな仕事やって、でも気づいたらね、その飲食に寄ってたんだよな、自分の中で。あれこれやってみようと思って、もうほんとそれこそ3ヶ月とか半年スパンであちこちあちこち動いてたら、気づいたらやっぱりもう19、20歳ぐらいには板前やってたんだよな、違う店で。あ、違う店で。そう、はい、でなってみて、ある程度、まあ、勉強させてもらうと、最初の板店でちょっとやってたその1年間の仕事っていうのが、はい、今考えるとすげえ面白かったなと思って。あ、なるほどですね。で連絡取って、はい、まあ、当時若くてこうでした、すいませんでしたっつって、もう一回勉強させてくださいっつって、はい、入り直した。でもそれが21かな。21、うん、その頃にはもう一番最初入った頃とはお給料もだいぶ変わってたんですか？あのね、まあ最初が低すぎたっていうのもあったけどね、倍になったね。安すぎたっていくらぐらいだったんですか？だから8万とか9万とか、手取りで。うん、手取りだと7万とか8万とか。あ、そう、手取り7万で。そうだ、総支給がね10万とかね、そんなだったと思うんだよな。で手取りでね、なんか7、8万だったのかな、はい、ちょっと覚えてないんだけど、で倍になって、いや、まあまあやってらんないと思ってしまう額面ですよね、それ。確かに。まあだからほら生活できないよなと思っちゃったりっていう、まあ17歳だったから、あれだったんだ、まあ、家庭環境もちょっといろいろあったんだけど、17歳だったから別にあれだったんだけど、周りでほら働いてる人って見るとやっぱなんかそれなりのね18万19万とかの世界、時間さえ使えばそう時給でやってれば15万17万取れますもんね。そうそれからやっぱりどうしても比べちゃって、はい、当時はね。でもなんか一生続ける仕事としてはもう終わりもないし、はい、やりがいは随分あったなと思って居続けてて、自分に気づいて、うん、はい、で戻らせてもらった、はいはい、まあそっから本腰入れて覚え始めたのかな。出戻りだよ、だから。でそれが21歳で、うん、でもう当時からそうなんだけど、そこの親父は、まあ、うちの仕事は3年あれば覚えられる、まあこれ極端な話なんだけど、はい、まあざらっとはね、本当に本質までは教えて、ね、もらってもできることじゃないけど、はい、作業だけだったら3年ぐらいで覚えるって意味で言ってくれたの。じゃあ3年間もう一生懸命頑張ってみようと思って、でこの世界はもう年功序列でもないし、はい、やったもん勝ちだからっていうのをなんか常々言われてたから、一生懸命自分なりにやってみたの、当時の。でちゃんとその意図を汲んでくれる親父で、はい、まあ、若干20歳そこそこだったけどな、まあ、ある程度したらカウンター、そこはね寿司会席、寿司を握って会席を出して寿司で締めるっていうスタイル、はいはい、でそこでカウンターの方のポジションをやらせてもらってで当時200万からのマグロの発注とか、まあ、魚とかね、はい、で、まあ、裏方の仕事の指示とかもなんか若い俺にやらせてくれてたもんね。まあ鼻板とか言われるポジションなんですね。うん、まあ立ち板かな、親父がいたから。あ、なるほどですね。でそうだな、である程度してから親父がわざと引っ込んでね、俺にカウンター明け渡してくれて、それで1年間ぐらいやらせてくれてた。本当の鼻板ですよね。そうなってくると、業界的にあることなんですか、そういうジャンプアップみたいな。あるし、今結構本当に若手が活躍してる世界では、はいはい、昔とは違って本当に若い二方さんとかね、うん、料亭さんとかでも、うん、やれるやつがやっぱりなるっていう。これでまあ裏とかやってね、これで2年半した時に、はい、おケータ、俺ケータって言うんだけど下の名前、はい、おケータお前うちの店でいてくれれば助かるけど、はい、もうこれ以上覚えることねえぞって言われて、2年半で3年って言われてたんだけど、はい、2年半で覚えることねえぞって言われてえっつってだいぶ巻いていったっすね。そういや、そんなことはないんだよ実際は、はい、はい、ただあとは多分自分でもこうね、まあ勉強できるっていう下地ができたっていう意味合いでそういったことを言ってくれたんだよね。それで、はい、東京行こうか、じゃあ最先端と言われる東京の仕事、まあ、田舎にいたから、はい、一回見ていきたいなと思って、これでねその当時ミシュランガイド東京の店にさ電話したの1個ずつ。まあどうだったんですか。全部断られたね。その中でもなんか行きたかった店とかあるんですか。あったんだけど覚えてないなとかね、もうそもそも電話かけようにも応募フォームみたいなさ、あーなるほどっすね、システムだったり、はい、はい、パソコンちょっと疎くて。それで応募フォーム出して連絡待ちみたいな、もうそんなんじゃなくて今すぐほら修行に出たかったから、はい、あダメだと思ったんだけど、まあ、その後なんとか見つけたのが広尾にあった喜楽っていう、広尾の喜楽、そうなんですね、はい、まあ、そこの名店があって、はい、そこに運よく入れさせてもらってね、で当時結婚もして子供が生まれてすぐだったかな。結構びっくりしますよねそれって、まあ、僕は以前からそれなんとなく聞いてたんであれですけど、そう生まれてすぐなんだけどもう今しかないなと思って、はい、かみさんが実家でちょっとほらね育休じゃないけど、はい、入っててチャンスだなと思って、うん、ちょっと23年、かみさんと相談して23年ちょっと東京行ってくる、単身赴任で東京行ってくるっつって、でそこ勤めさせてもらって。あれ大丈夫だったんですか奥さんは。いやでも最初は何やかんや言ったけど、でも一回その東京行って最先端見てきた板前は違うでしょっつって、うん、俺こんな田舎で、ね、一生懸命やらせてもらってよくしてもらってるけど、はい、ここで満足したら一生ここで終わっちゃうから一回出させてくれと、今しかないでないでです、はい、っていうことで週に1回帰ってきなさいっていう条件なのと出してくれたんですね。そう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 、だ寮に入って、はい、まあそこで勉強させてもらって、はい、そこの斎藤さんっていう親方にかわいがってもらって、はい、うん、っていう生活をね、そこではね、だから期限付きだったから、はい、2年間ビシッと、うん、その代わりそういう面持ちで来てるってことをお店の人とか親父もね理解してくれて、いいおやさんよね、うん、すごくやらせてくれる、やっぱりやらせてくれる人だったから、コースのそうだな、月替わりのコースの前半はまあそうだな、先漬け、八寸葉、刺身、あとねそばとデザートとやらせてもらってたんだけど、はい、で二方さんとチェンジして後半には焼き方とか煮方とか、まあ揚げ物もそうだし、うん、八寸葉のその仕込みの部分だから唯一俺だけその月の献立を先漬けからデザートまで、はい、全部かかわらせてくれたんだよね2年間。それがすごい勉強になって、それもその限られた時間の中でできる限りのことをやらしてあげようっていうか、そうそう、うん、やらしてもらって、なかなかねその2番手の方もすごくいい人で可愛がってもらって、はい、どんどんやらせてくれるからどんどんやらせてくれる人だった、はい、昔みたいに教えないとか、はい、そういうんじゃなくてもうやる気があるんだったらどんどん教えてくれるっていう方だったから、すごいそこは、まあ、最初の店にしろそこにしろ恵まれてて、で2年間ビシッと自分なりに勉強して、まだまだ痛かったけど、はい、まあそれでもね家族のこともあるし、これで戻ったんだよね。あ、なるほど。ちょっとその板前さんとか和食の業界の中のその格付けみたいなのをちょっとわからないと教えてもらいたいんですけど、料理長さんいるじゃないですか、うん、その下に何がいて何がいてっていうのを決まってるんですか？大きいホテルとか旅館とかだと、まあ大体料理長花板がいて、はい、で、まあ、立ち位置としてその、まあ、料理長に代わってその板側っていうかそのカウンターを仕切るような、はい、ポジションの人と2方って人がまあ大体同等ぐらい。はい、2番手っていうのは大体2型とか立ち板とかについてるんだよね。で2番手っていうのはもう3番手以降の板前さんとはもう別格で、はい、もう料理長と同じぐらい技術的には、だからほとんど2番手の人にしっかりやってるっていうのが、はいはい、実際のところかな。でまあその下には焼き方がつくのか、ね、揚げ場なのかっていうのはまあその店それぞれ。はい、で八寸場っつってその前菜ものを揃えてね、味方さんにお願いしたり盛り付けをしたりするのが大体若い子がついたりとか、はい、脇板とかね、はい、いろいろあるんだけど、その序列っていうよりはまあとにかくトップと料理長と2番手っていうのはまず主軸で、はい、まあその下のポジションっていうのは今は序列では分かれてないですよね。そうですね、お店と違いますし、うん、それはだからやっぱり焼き物にフォーカスしてそこにね、うん、力入れてるとこだったら、うん、ね、3番手が焼き物やるんでしょうし、ただやっぱ味を決めるっていう内容であれば、うん、煮方だったりその脇板立ち板っていう呼ばれてるところがこう同等になってて、はい、それを全部仕切って、はい、お店をまとめるっていうのが今のスタンスかな。なるほどですね、うん、その2番手の方ともうまくやりつつコースを作って開くをやりながらかなりこう技術習得されたというか伸びたというか、ね、だからやらせてもらえてた修行期間なんでね、はい、いろいろもう本当にやらせてくれた、失敗してもどんどん任せてくれて、はい、でなんとか食いついて、だから短いかもしれないね修行期間が。その後だって帰ってきて27で料理長になっちゃったから、はい、そこからあと自分とのね戦いじゃないけど自分でどんだけ勉強して掘り下げたのかっていう世界になっちゃって、でも本当にじゃあその伊豆島さんと喜楽さんでこうベースを作ったというか作らせてもらったみたいな感じなんですね。そうだね、いまだに、うん、連絡も取ってるしこの間も来てくれましたよね、伊豆島さん。急にね。はい。いや、その前にほら、ちょうどツアーのね、お客さんがいらしてて、はい、で、バーッと20人ぐらいの料理出して、ふっと落ち着いた時に、おいっつって来て。誰と思いましたよね。で、俺今のツアーのお客様の中に、あれ、混じってたのかなと思って、びっくりしちゃって。そしたらまあ、たまたま帰り道かな。うん、寄ってなんかその、この前、第3子が、ほら、生まれたから、はいはい、そのお祝い持ってわざわざ一瞬来てくれたわけですぐ帰ろうとするから引き止めて、はい、もうちょっと雑談してね帰ってもらったけど、いや嬉しいですよね。うん、いまだにね、うん、まあ20年経った今でも、まあ、仲良くさせてもらってるかなっていう、はい、大事ですよね。そんな感じ。そうですね。ね、とりあえずその、まあ、この道に入ったきっかけっていうのはまあそんなんで、まあその後現在に至るっていう。そう、その地元に戻られて、うん、地元の、まあ、ホテルさんとかで総料理長されて、うん、でそれから軽井沢に来られたっていうことですよね。そう、だから地元に帰ってそしたら今度勤めるところがなくて、勤めるところがないっていうのはどういう変な話、東京で懐石料理屋をね選んで勉強して、はい、そういう技術を学んできたんだけど、はい、結局ニーズがなかったりとか、そのね、まあ、1万円だね、1万5000円だの、確かに値段設定ですね。でましてやそういう料理を当時俺2627か、はい、の人間がね何ができるんだっていう、やっぱり世界でもあったから、はいはい、ただその辞める時に料理長からはまあ前は若いけど、もし地元帰って、まあ、頭でやらせてもらえるところがもしあるんだとしたら、お前に関しては早すぎることないから、はい、もう迷わずやりなさいっていう言葉をいただいてて、もうお墨付きいただいてたんですね。そうだけどなかなかないと思って勤めたんだけど、合わなくて、逆にその解析の技術なんて活かせないのよ、必要とされてなければ。そんなのより芋、ね、田舎風に炊いてくれた方がうまいとか、なんか真っ黒くなっちゃったきんぴらの方がいいとか、いうね、場所だったらやっぱりそういう料理が必要なんだと思うし、はい、そうしたら必要なくなっちゃうなと思って、その技術が、ちょっと落ち込んだんだよね。でもその言葉をまあ思い出してちょっと当たったらご縁あって、はい、まあその三浦半島のその遊びヶ崎グループっていうまあ飲食の事業をやってるところがあって、まあ、ぜひうちの料理長にってことでやらせてもらったっていうのが、初めて料理長になったっていうのがその27の時。なるほどですね。若い料理長っていうだけでも結構こうなんかなんていうんですか、こう本当にできるのかとか、 そうだね、そんな風な感じ見られちゃったんですね。だからその、入社の試験みたいになったけどね、なんかその会社のマネージャーの人たち呼んで、予算渡されて、これで料理入社前に作ってみてみたいなのはあったけど、面白いな。そういうの業界のあるあるなんですか？いや、ないけどね。ないよ。あ、ないんですね。実はでもこの軽井沢、ここ来た時もやったけどね。料理作りに来たよ俺。そうです。まあまあでもそれが一番早いかなっていうのはね。作ってもらって食べてもらえばね、どう判断するかっていうのは。はいはい。そっから8年かいたんだよね、三崎に。だから8年間一生懸命やって。である程度落ち着いちゃったっていうのもあって、で海沿いでずっとやってきたから、はい、場所を変えると今度新しい料理の可能性が見えるかなっていうのは念頭にあって、で思い切ってこの軽井沢に来たっていうのが今の状況かな。なるほどですね。なんか地産地消みたいな感じも強いんですか、和食っていうと。まあ、和食というか最近の流行りみたいな、ありきですよ。地産地消とか土産土法っていうのがまあ根底にあって、まあそれが原点っちゃ原点ですよね。そうですね。だその場所を変えたらやっぱり新しい料理のね可能性も広がったかなっていうのは正直あるかな。実際軽井沢に来てみてどうですか、もう率直に感じたことというか。まず今までの培ってきたその海沿いの食材っていうのがまずね使えなくなっちゃうのかなと思ったら、はい、今流通がいいからほらそんなこともないし、それを生かした上で、まあ、軽井沢という場所、信州の、まあ、新しい食材をいろいろ、はい、まあ、毎月勉強させてもらってるわけ。こんなの入るんだとか、はい、あこんな形で使うんだとかっていうのはどんどん今だからレベルアップしてる状況だと思うんだよね。あ、なんか自分では。軽井沢というか靴掛けに元からいた人間としてはとってもそれを聞けるとほっとするという、まあ、自分で言うのもなんだけど、そのね、新しい食材にどんどんチャレンジさせてもらってるし、なんかでも確かに三浦半島大根有名じゃないですか、でこっちの軽井沢で採れてる地の大根あるじゃないですか、味が違ったり、なんなら皮の硬さだったり、その目の細かさ、大根普通にとっても、そういうのも違うんで、なんなら炊き方も変わってきたり。めちゃめちゃ面白いですね。同じ大根一つとっても。あ、そうなんですよ。あと標高ね、びっくりしたのが標高が違うとこんなにこう料理の環境とか野菜とかも違うんだなっていう、育ち方とかね。そうですよね。三浦0メートルですか、海抜。まあそんなことないけど、そんなことないです。まあもう10何メートルとか。軽井沢線ってこの海のこれだもん。海の海面ですよね。まあでもまあほぼほぼまあ穴がち間違っちゃう。標高差1000メートルぐらいのね感じになるかなと思って。そう、お湯の沸き方も違うしさ、最初戸惑ったんだよな。米もうまく炊けないし。まあ寒いからっていうのも一重あるのかな。まあ環境もね、そのお湯は沸かないよね。まあ水の硬さとかもあるし。はいはい。まあそういうところからもうすでに勉強かなっていう。面白いですね。めちゃめちゃこの水が硬いというか硬水っていう、場所によってね、でそれが作用するのかわかんないけど、米がちょっと固めにできたり、うちの米ある程度固めでできてはいるんだけど、出してはいるんだけど、提供うちそれでもちょっと柔らかくはして水増やしてもちょっと硬いシミみたいな、そういう状態ですよね。だから電気屋さん行って、はい、炊飯ジャー家庭用の買おうとしたら、はい、いや軽井沢標高が高いから圧力釜の方がいいですよって言われたからあそういうことなんだなと思って電気屋さんに言われると、うん、ああなんだそういうこともあるんだって、うん、なんか腑に落ちるす、ね、圧力かけなきゃ炊けないぐらいの環境なんだなと思っちゃって沸騰しないというかまあでもそういったのもまあ新鮮ですよね。面白い。なるほどですね。じゃあここまで料理長の福本さんが、和食に出会って、この軽井沢まで来たっていうところをお話伺いました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次回は、9月に、あった日本料理研究会さん主催の、料理開発ラボについて、ちょっと伺いできればなと思います。じゃあ今日はこの辺りでよろしいですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。